カール・ゴーゾー・ヨネダ、1906年7月15日から1999年は、アメリカ合衆国の労働運動家、ジャーナリスト、軍人。国際公安倉庫労働組合設立の際は、主導的な役割を果たした。カリフォルニア州グレンデールで農業を営む、広島県出身の両親のもと、日米両国籍を持つ、日系二世として生まれる。父は、 当初はハワイへ移住したが、ハワイがアメリカに併合されたことに伴い、アメリカ本土へ再移住したという。1913年に日本で教育を受けるために、家族全員で日本へ渡るが、直後に父が結核により亡くなってしまう。その後は米騒動などの出来事に立ち会い、中国新聞の配達員として苦学生活を送りながら、 広島中学校に進学した。この頃から、社会主義と無政府主義に傾倒し始め、新聞社の配達員たちによるストライキを主導したほか、マルクスやエンゲルス、クロポトキン、バクーニン、エロシェンコらの作品を読み吹けるようになった。中でも、エロシェンコには相当な憧れを抱いていたようで、彼が日本から追放された際は、滞在先である北京まで面会に行くため、 下関や富山でアルバイトをして、旅費を稼ぎ、ヒッチハイクにより法典経由で1922年4月16日に北京へ到着し、2ヶ月間彼に指示した後、日本へ帰国した。帰国後は、数々の労働運動に携わるようになり、貧農の権利向上を主張する雑誌、ドーム許可で出版したことから、警察に逮捕されるなどの浮き目に遭うこととなった。 1926年に兵役を忌避するためにアメリカへ戻ることを決意したが、帰米後は2ヶ月間サンフランシスコ湾のエンジェル島にある移民交流局に収容されることとなった。同年には尊敬するカール・マルクスにあやかって、カールという英語名を名乗るようになり、ロサンゼルスでサラ・ーライト・マトフキの仕事をするかたわら、アメリカ共産党とラフ日本人労働者協会に入り、 カリフォルニアの各地で労働運動に参加した。後に共産党では日本語機関紙である労働新聞の出筆を任されることとなった。ちなみに共に日本へ渡った母はアメリカ国籍が保持していないことからすでに制定されていた排日移民法によりアメリカへ戻ることができず、さらに息子の兵役拒否によってそれまで住んでいた村を追われ広島市へ移り住むも 後に、広島市への原子爆弾投下によって被爆することとなってしまった。1929年には、日本による超作林爆殺事件に抗議するために、日本へ渡り、武装グループを伴うデモ行進などを起こすも、過労うじて逮捕を免れ、アメリカへ帰国した。また、同年に、アメリカに、 帝国海軍の練習艦隊が寄港した際は、日本の軍国主義に反対する内容のビラを巻き、1931年にロサンゼルスでデモ行進を行った際は、警察が赤狩りを目的に設置したレッドスクワットから拷問を受け、独房に拘禁された。その際、釈放時に身元引き受け人となったエレインブラックと恋に落ちるが、当時のカリフォルニア州では、 異人主観通婚禁止法により当初は内縁関係に止まることになった。だが1935年にシアトルで二人は法的にも結婚することになり後に長男のトムを設けた。1933年にロサンゼルス市議会の前でレッドスクワットの方針に対する抗議声明を述べた直後ヨネダはエレベーターの中で レッドスクワットにより逮捕され、その際に全治3ヶ月の重傷を負うこととなった。入院中、エレインはサンフランシスコにある国際労働弁護団で働くこととなり、ヨネダも回復後はサンフランシスコで労働新聞の編集長となった。1934年5月にヨネダ・トールはサンフランシスコの公安労働者のストライキの計画を援助し、彼らと共に ストライキにも参加したが、経営者側と警察が、ストライキの参加者へ発砲するという強行策に出た、ことから、2名が死亡し、数名が負傷するという惨事に発展した。同年には、共産党から、カリフォルニア州議会選挙に出馬し、当選こそしなかったものの、予想を上回る得票を得る結果となり、日系人社会にわずかながら希望の光を灯すこととなった。 1935年7月25日にモスクワで開催された第7回コミンテルン大会で反ファシズム戦線の指針となったディミトルフ演説を当時日本共産党が壊滅していた日本にエスペラント語訳と英語訳を日本のエンペランティストに送ったのがヨネダだとされている。太平洋戦争の勃発に伴い1942年にヨネダ一家は マンザナー強制収容所に送られることとなるが、ヨネダは同収容所内で指導者的な役割を果たすようになり、同年11月には陸軍情報部に志願した。大多数の規米2世とは異なり、日系アメリカ人こそがファシズムに洗脳された数字国を打ちまかすべきという心情のもと、中国、ビルマインドの核戦線では勇敢な活躍ぶりから勲章を授与されることもあったが、 新日派の収容者からは犬呼ばわりされるようなこともあったという。1945年に軍を名誉除退した。大戦後はカリフォルニアに戻りペタルーまで養鶏所を経営するようになったが、1957年からは再びサンフランシスコで労働運動をするようになった。1960年代になると日系アメリカ人の歴史や、 労働運動に関する著作を発表し始め、カリフォルニア大学バークレー校で講義を行うようにもなった。1972年にリタイアを宣言した後も、人権活動に携わるほか、自助デーを執筆するなどの活動を続け、1999年に亡くなった。ありがとうございます。